福岡地裁小倉支部ですワクチン接種後に死亡した愛知県蒲郡市の男性の遺族は国や製薬会社などを相手取りおよそ1300万円の損害賠償請求を起こしました先月23日、訴えを起こしたのは福岡県北九州市に住む松永康子さん63歳。私だけでも訴訟を起こし この訴訟をモデルケースとして、全国の被害者がここに立ち上がっていただきたいと決意してこの訴訟を起こした次第です。2021年9月、愛知県鎌倉市に住んでいた弟がワクチン接種後に死亡。その責任は適切な治療を行わなかった鎌倉市や危険なワクチンを発売し接種を続けたファイザー社や国にあるとして。 合わせて1,300万円余りの損害賠償を求める裁判を起こしました。接種後の副反応や死亡をめぐりファイザー社自体が訴えられるのは初めてのケースです。電話の最後のね言葉が親父を頼むね姉ちゃんでその言葉しかこの人は私に残した言葉これしかないですね。愛知県鎌倉市在住で。

ファイザー製のワクチンを接種。その後高熱が続いていましたが接種から10日後に抗原検査でコロナの陽性が判明し蒲郡市民病院に入院状態が良くならずより高度な医療を受けるために豊川市民病院に転院しましたが9月16日に死亡しました解剖もされず翌日には火葬されています だってコロナの注射をワクチンを打ってコロナになった人たくさんいますよだから私はあのそのことだけが原因だと私は本当にねワクチンが原因だと思ってるんですねわからないことが多い弟の死そこで何が起きたのかを司法の場で明らかにしようと裁判に訴えることにしたのです 1> 私一人だけのことを考えてしたわけではありません他の人もたくさんね泣き寝入りをされとる方もたくさんいらっしゃると思うんです国も少しは考えてくれるかなと思っただけです松永さんの裁判を担当する木原邦也弁護士今回の裁判でワクチンの副反応について司法の場で検証が行われることが重要だと話しますお父さんのケースが これがあのワクチンのせいじゃないとは絶対言いきれないというふうに思っています。裁判所の判断を仰いでいくワクチン行政のいろんな違法性を訴えていくとでそれに対し司法判断を取っていくとおそらく因果関係の立証というのがキーポイントになってくるだろうと思っています。まあいかにあの国がですね違法なワクチンを推進していったかということをまあ主張立証していくということです。提訴について。 ファイザー社はまた安全性の確証がないまま接種を推進したことや適切な治療を行わなかったことを理由に損害賠償先に加えられた蒲郡氏と豊川氏はともに訴状が届いておらずコメントは差し控えるとしています。私の弟だけではなくて たくさんの人が亡くなってますよね。私はこのことに対して責任は誠実に取っていただきたいと思ってます。じゃあこんにちは。あ、よお願いします。一方で自分の病気とワクチンとの関連を調べている国会議員がいます。立憲民主党の原口和弘衆議院議員。去年10月。 3回目のワクチンを打った後体調が悪化一向によくならないため今年1月末精密検査を受けたところ打った後にちょうどその足が非常にこう動きにくくなったのとそして喉がもうとにかくちょっとこうやって喋ってたらかすれてくる、うん、でもあまりにもちょっとおかしいんで見てもらったらやばいですねっていうことです 病名は悪性リンパ腫。抗がん剤の影響で髪が抜けましたが、統一地方線への影響を考え、かつらをつけて政務をこなしていました。しかし、インターネットでの議会中継をきっかけに、4月、病気を公表したのです。5回、6回の治験はないはずですね。なんか効きそうだから打ってください、あとは自己責任ですって言ってるのが今の段階なんですよ。はい もうこのこと自体おかしいでしょ、うん、だって判断できないもんそれ以降ツイッターでも自身の病状などを発信努力義務で接種を進めた一方で国が発表している情報は不十分だとして独自に調査を続けています国会議員として原口さんはどんなこれから行動を取っていくんですかヨーロッパ あるいはアメリカ、まあ、これもまさにこのメッセンジャー r n a ワクチンがいってるところですねだからそういう人たちとも今横で連携を取りながら開示を求めていく、はい、デクラスを求めていくとその開示というのは製薬会社とは政府との、はい、どんな契約ですワクチンとがんの因果関係を調べている国会議員。ワクチンの副反応について 司法の判断が示される可能性がある裁判これまでとは別の角度からワクチンの副反応に対して光が当てられそうです